皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は5月29日水曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。雄三さんのことを半年も隠していたことに、なんで智子は怒らないんだろうって感じていたけど、そんなエネルギーなんて残ってないよね。兄を亡くし仕事もない、帰りを待つ夫は実は半年前に亡くなっていたと突然知らされても、現実として受け止められないんじゃないかな。それはきっと今もそうなんだと思う。明日の放送から雄三さんの喪失と向き合っていくのかな。智子が直子に対して怒らなかったのは、やはり直子が智子を愛しているのと同じく、智子も直子が大好きだったんだろうな。智子の目を見ると、もちろんふざけんなという気持ちはあったと思う。でももう長くない直子と喧嘩したまま終わりたくないという思いだったのかな。米さんとは喧嘩別れしたままになってしまったしね。直子との別れ、すっきりした顔しちゃってという智子の言葉通り、こんな言い方するのもあれなんだけど、なんとも爽やかなお別れだった。オープニング曲のタイトル、さようならまたいつかがぴったりだと感じてしまった。月曜は直道お兄ちゃん、火曜は雄三さんの訃報があり、暗くよどんだ気持ちになっていた今週、予告から直子との別れも予想できていた。地獄の週だなと覚悟していたけど、どうしてだろう、直子を見つめる智子と同じように微笑みながら見終わってしまった。直子、最後まで癒しをくれてありがとう。直子の懺悔をまとめてみました。花岡の下宿と実家を調査、京和事件の時しつこい智子に腹を立てる、残業と嘘をついて飲みに行く、優秀な直明を我が子ではないのかもと疑う、花江ちゃんが強くなって嫌だな、直道とこっそり寿司を食いに行った、智子が見合いに失敗して喜ぶ、弓を鴨居にぶつけた、闇市でこっそり酒を買った、他にもあるようですが、おそらく亡くなるまでに春さんにだけこっそり懺悔しているはず。直子と本当に喋りすぎだよ。そういうのは墓場まで持っていかなきゃならないんだよ。でもまあ仕方ないか、だって名前が素直な言葉の直子だもんね。何でも素直に話してしまう直子と、彼の口からは嘘が出てこない。だからこそ回想で振り返った智子への愛の言葉は、全て心からの言葉だったんだと思う。最後にこれだけはと懺悔するのが、実は花岡くんの方がいいと思ってたとか、春さんに黙って酒飲みに行ったとか、結構どうでもいいことで、でもそれすらあの世まで持っていけないってのが直子とらしくて、泣き笑いするしかないよ。この割とどうでもいい懺悔が、雄三さんの訃報のショックを和らげるためなのか、隠していたことをごまかすためなのか、いかようにも受け止められるのが、また直子とらしいというか、いずれにせよ智子は自分を無条件に全肯定してくれる存在を立て続けに失ったことになるんですよね。もう嘘でしょ、朝ドラヒロインの父親が亡くなるシーンだよ。なんでちょっとにやけながら見てるんだよ自分って思ってたのに、最後の最後、春さんのまだよって声出して笑っちゃったじゃないのよ。なんだよこれ、本当にありがとう。
お父さんとは生きているうちにお別れできるんだから、これだよね。ずっと気を使って言葉を内に押し込めてしまっていた花江ちゃんが、今はっきり言わねばと、空襲で両親を亡くした彼女だからこその言葉、生きて会えない人がいるから、もう二度と会えない人がいるから、何でも言い合える猪爪家に戻したのが、猪爪の家に嫁に来た花江ちゃんだったというのが胸熱なんですよ。花岡の下宿先を菓子折り持たせて調査、佐賀の実家にも偵察部隊を送り込んでいた直子と、やっぱりめちゃくちゃ仕事ができる男なんだよね。やることえげつない。娘の婚約者の査定を抜かりなくやって、その後の雄三さんに対して反対はせずとも内心がっかりしてたというのが実にリアル。前作ブギウギの梅吉しかり、どこか抜けていて完璧ではないんだけど、娘のことが可愛くて仕方ないという父親像の究極だったのかもしれませんね。直子とって基本的に善人なんだけど器が小ちゃい、でも誰より愛が深い。そして愛情の空回りで娘に対してひどいことをしちゃうんだけど、最後はやりきった様子で行く。もしかしてこれって理想的な人生なのかもしれないなぁとふと思ってしまいました。直子と最後の最後でアホのおっちゃんっぽくなるのなんでなの？やはりあの二人は生き別れの双子なの？やはり直子とは岡部隆さんという俳優さんじゃなければ務まらなかったんだと思う。おふざけを大真面目な顔で演じる、 100% 真剣な表情でおかしなことを言うのでこっちも笑ってしまう、めちゃくちゃ空気読めてないことを言っているのに、なんであんなに本気なんだよ直子とって感じで、ついつい笑ってしまう。笑うような場面じゃないのにコントって感じでもないんですよね。あのお芝居すごいよ本当に。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。